島時間。景色を眺め、食を楽しみ、会話を楽しむ。そして自分がまた来る時のため、次に来る人のために島や島民への感謝を送り、一人一人が浦戸諸島のファンとなり、思いを未来につなぐこと。浦戸諸島の空気に触れ、島時間を体験しながら第二の故郷として一緒に浦戸諸島を応援しませんか？浦戸ローカルフットでは、これまでの単発的な観光とは違い、共感から人をつなぎ、継続的な支援を地域に還元します。今までの一般的な観光は、旅先での食や体験、宿泊を目的にした旅行形態で、それに伴うにぎわいや消費が地域にもたらされます。一方で地域への負担も多く、非観光地などでは多くの課題が生まれています。また近年盛んなボランツーリズムでは、地域の課題解決に向けたボランティア活動により直接的な地域還元がもたらされます。しかし短期的な関わりが中心となり、自己満足で終わってしまうケースも多く見られます。浦戸ローカルフットでは、地域貢献に加え、その地を訪れる次の旅行者のための恩送りを行い、ファンの循環を生むフィランツーリズムという新たな旅行形態に取り組みます。共感から人をつなぎ、継続的な支援を地域に還元していきます。浦戸ローカルフットでは、新たな旅行体験を提供します。まず地域からは、浦戸諸島の食や文化、体験を通して様々な魅力を旅行者へ提供します。旅行者はその魅力を体験するとともに、島民が抱える課題を同時に実感し、浦戸への理解を深めます。そして一旅行者としてではなく、地域の一員として、次の旅行者のために自ら貢献することで、思いやりと共感の循環を生み出していきます。この恩送りを通して、より一層浦戸諸島への理解を深め、ファンを拡大させながら未来へとつないでいきます。地域の自然、歴史、人、浦戸諸島での体験や触れ合いから、島の魅力と課題を直に感じ、あなたが貢献できる価値を島へ提供してください。その価値を地域のためだけでなく、次の旅行者のためにも活用し、循環させていくことで、効果を拡大させていきます。浦戸諸島の空気に触れ、島時間を体験しながら、第二の故郷として一緒に浦戸諸島を応援しませんか？